連邦取引委員会は、アメリカ合衆国における、公正な取引を監督、監視する、連邦政府の機関である。現在は俗に独占禁止当局とも言う。同国の競争法にあたるシャーマン法、クレイトン法などの、反トラスト法の規範に基づき、商業活動に関わる、不公正な競争手段と、商業活動に関わる、不公正、または、疑瞞的な行為、 または観光を人、団体、または法人が行わないようにするための権限と責務を与えられている。ノーザンセキュリティーズの解体を立法事実とした FTC 法に基づいて、1914年に商務省の企業局から独立する形で設置された。もともと FTC 設立時には当時の反競争的状況を防ぐ取り組みの一環として、 不公正な方法による取引を防ぐことが主な目的とされていた。その後、FTG に反競争的行為を監督するより広い権限を与える法律が制定され、1938年には第5条に不公正、または欺瞞的な行為、または観光の禁止規定が追加された。それ以降、FTG は消費者保護全般を所掌するようになり、 1975年には産業全体の取引規制に関するルール、策定権限が付与されている。このほか、消費者プライバシー、自動プライバシーといった個別分野も扱う。アイバン・ボースキーとマイケル・ミルケンそれぞれが逮捕される、間に FTC はさやとりに同調する政策を取った。第一に、連邦準備制度理事会と連邦預金保険公社と、 通貨検査官の3社は銀行規制機関として加盟銀行に対する当時の最小必要資本金をリスクベースの基準に置き換えようと提案していた。1986年 FTG は投資機会が減ると述べて反発し代わりに預金保険プレミアム制を主張した。第2として証券取引委員会がテンダーオファーとその後の一定期間 第三者による株式取得を制限すべきであると提案した。FTC は、そうやって、さやとりの転売を制限すると、標的にされた会社の株主が損害を被ると主張した。そして第三に、銀行持ち株会社が、貯蓄貸付組合のような貯蓄金融機関の買収、及び経営を連邦準備制度が、一般的な禁止政策を修正すべきかという論点があった。 1988年 FTG は一般的に認めろと主張した。1989年の金融機関の改革、復興、推進法により銀行持ち株会社による貯蓄金融機関の買収を認可する権限が正式に連邦準備制度へ与えられた。そして実際に買収は認可されていった。FTG は 大型 M&A についても判断を下すが、しばしば業界の河川化や節税などを目的とした、事案を阻止する動きも取る。Apex Building ントン DC。ありがとうございます。